あの人の現在。元日本代表フォワードで活躍していた高原直弘さん、現在は現役を引退しているのかな。なかなかの年齢だと思いますが、現在の様子は気になりますよね。今回は高原直弘さんの現在の様子をご紹介しましょう。高原直弘さんの現在の様子ですが、2015年36歳の時に沖縄に移住し、現在はサッカークラブ沖縄エスファーで現役選手、そしてクラブの代表監督として活動しています。ちなみに沖縄エスファーというのは地域リーグ、九州サッカーリーグに所属していて、 J リーグを目指しているというチームになります。もともといつかはサッカーをやめなきゃいけないという思いがあり、引退してから新しいことを始めるのではなく、プレーしながらサッカーで得たものを周りに返していきたいと思っていたそうです。それで沖縄に移住し、クラブを設立したということですね。言うのは簡単ですが、実際に行動に移せるというのがすごいです。またサッカーの他にも沖縄コーヒープロジェクトに取り組み、高原さん自身も練習の合間を縫ってコーヒー農園で働いているということですよ。二足のわらじで頑張っていたわけですが、2023年8月31日に今季限りでの引退を表明しています。ということで、今後はコーヒー農園一筋ということになるのでしょうか。サッカー選手としての現役は引退しても、監督として続けるということかもしれませんけどね。もともとサッカー関連の収益だけでクラブ運営ができるとは考えていなかったそうで、スポーツと何かを掛け合わせて新しいものを生み出したいと考えていたそうですよ。琉球大学やネスレ日本と連携しながら頑張っているそうで、耕作放棄地や農業事業者の減少という問題を解決していきたいということ。まだコーヒー農園はこれからの事業ということで収益化はできていないそうです。コーヒー栽培は10年単位で考えるもののようで、まだまだ道のり半ばと言えるでしょう。サッカーだけではなく地域貢献も考えているっていうのが本当にすごいですし、それを実行に移す行動力もすごいですよね。まだまだこれからも大変だと思いますが、ぜひ成功させてほしいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。